ついてるねったらウイルス予防を見て密集密着避けろついてる。何にしようか。トモミ何にしようかじゃないよねって。今日のウーパールーパーさんです。このゴールデンがね、パーちゃんね、お、動いたね、来たね、パーちゃん、すごいね、エラがでかくなったな、本当に、うん、向こうに行ってしまいました。そこにいるのはいいやとしてたけど、こっち来ないね。あれが2代目うーちゃんです。おっと、いやとしても出てきましたね。今日マダラのルーちゃんどこ行ったのって思いがちでしょ皆さん。ですね、ここにいます。この中で今隔離しました。いや、あのね、お腹がでかくてね、動きが鈍いから、あとね、ウーパールーパーってすごいね、目が悪いんですよ。で、自分の目の前で動いてるものがあると間違えてね、飛びついちゃうんだよね、習性が。うん、だからこれほら、ウーパールーパーってエラが赤いじゃない、これが餌の赤虫と勘違いするみたいなんだね。で、パクッつっていっちゃうのよ。で、あと足とかが食べちゃったりとかさ。うん、なので、で、あまりにも動きが鈍いので、ちょっとこれ隔離した方が安全かなと思いましてね、うん、ちょっと怪我もしちゃってるのでね、怪我しちゃってるし、エラも短くなっちゃってるから、うん、多分疲れちゃってると思うのね。そうだから、こっちに今移しました、水草と一緒に。うん、これなら一安心。そうかな、これもうちょっと大きいやつにすればよかったな、これもう一回りでかいやつ。まあまあ収まってるからいいのかな。うん、もう一枚でかいやつ買ってこようかね。いくらもしないんでね、これね。はい。そんな感じのウーパールーパーさんでございましたよ、今日の。この後もう一本、今度またパワーストーンの動画を上げようかと思いますよ。石の。うん。これアメジストね。これもアメジストね。これだいぶ花がなくなってきた桜さんね。けどほら、ここにも芽が出てて、葉っぱもこんなに青々してて、これはすごいよ。テッカテカだよ、ほら。ねえ、ウーパールーパーさんたちも元気で。ああ、そうだ、今日の、なんだっけ。これ。スネールさん。さっきね、水槽の上に飛び出してたんだよね。そう、あれどこ行っちゃった？これだ、これ。あんまり数は増えてないね。うん、ここにもいるんだよね、実はほら。ああ、これの方がわかりやすいか。カタツムリみたいだね、なんかね。見た目がちょっとね、ほら。ああ、でもこう、ちゃんと生きてんだから、こんなちっちゃくてもさ、貝だね。しっかり貝になってるね。すごい。これはこれですごい。新しい住人が登場ですよね。そう。あとで、ちらっと動画にしたいのはこの石です。うっと、はい、その何倍のついてるともみんさんでございました。今日のウーパールーパーさんでした。この動画をご覧くださいました皆様に、すべての良きことが、なだれのごとく起きまーす。はい、そんなんばいで、じゃあ次の動画で皆さんお会いしましょう。じゃあねー、バイバイキーン。ウィンウィン。おとととこっち見たね。おい、ついてるね。ついてる。